ご視聴いただきましてありがとうございます。2021年衆議院議員選挙大阪第5区選挙区独断と偏見で候補者を紹介してまいります。まず1番、籠池淳子さん。籠池淳子さんは面白い人ですね、本当に。もう保守系だというのにもかかわらずですね、主張は森友問題を徹底究明から、カジノ万博反対、構想反対というですね、いや、面白いですね。もう、で、クラウドファンディングで、寄付で、お金を、選挙資金を集めたということで、もうポスターもきちっと貼ってますし、なかなかポスターのね、ロゴなんかも凝ってあるんでですね、それなりにお金もかかって、かけてる、手間もかけているという感じがします。どこまで食い込むんでしょうかね。この人も面白い人ですね。興味深いですね。続いて2番は、大石あきこさん。大石あきこさんはですね、別に令和新選組に入る前から大阪府議会議員選挙に立候補されまして、その時もかなりの票数を取りまして、さらにですね、現在にでもですね、ツイッターのフォロワーがですね、2万を超えていて、YouTube の登録者数ももう1万人に近づこうかというぐらいで、もう令和とか無所属とか関係なくですね、馬力のある方だ、自力のある方だと思います。まあね、この選挙で仮に落選したとしてもですね、来年また参議院選挙がありますし、再来年にはまた統一地方選挙があるんでですね、またそちらの方でも立候補して活躍されているんじゃないでしょうか。まあ、ひょっとしたらね、大阪府知事選挙とかね、市長選挙みたいなね、ところにまで立候補するような、それぐらいの逸材じゃないかと、私は思います。3番は宮本武さんですね。宮本武さんは、もともと戦乱の方だとは思うんですけども、今回大阪第5区で、立候補されました。立憲民主党と一本化で合意とポスターに書いてあるんですけども、立憲民主党の現職、まあ前職で前職の方が、ちょっと病気のために、今回立候補できなかったということで、一本化、共産党さんに一本化されました。どこまで食い込むかとちょっとわからないんですけれども、まあ、比例狙いだとは思うので、比例の票を掘り起こす狙い、そちらの方が主だとは思います。続いて4番は国重徹さん、公明党の方なんですけれども、国重さんのポスターはですね、西淀川区とか言って、やたら貼ってありますね。ほんと強いんだなと思いますね、公明党さんの。まあもちろん強いからで、立候補していると、公明党の小選挙で立候補しているということなんですけども、ここはですね、公明党が出るということは、自民党は出ていないということで、自民党は得ず、市議は、西淀川と、淀川区、東淀川区で、いるんですけども、今回、公明党を応援していると、都構想に賛成して大阪市をなくそうとした、人間を応援する心境ってどういうことなのかとは思うんですけれどもね、大阪第3区ですね、まあ、いわゆる柳本の乱みたいなことが起こりましたけど、まあ、あれが限界なんであってですね、日本じゃ政権を変えようとかですね、いうような意識っていうのはですね、別に自民党さんに限らずないわけでですね、いや、心の中ではおかしいなぁ、嫌だなぁと思いながらもですね、従っていく、しぶしぶ従っていくというところにですね、これが別に自民党さんだけかつ日本人の、考え方なんじゃないかなと思いますね。どうなったらね、もうダメだと。このやり方ではダメだということに気づくんでしょうかね。あそこ、高槻のね、大阪府議会議員で自民党いないんですね。維新2人、立憲民主、で、あと公明党ということで、今や自民党というのは、ね、地方をないがしろにしながらですね、中央集権になってしまってる政党なんですけども、そこにね、いい加減自民党さんも気づいた方がいいんじゃないですかと、ここで仮にですね、自民党さんが衆議院議員選挙でですね、大阪府連の自民党さん、本当厳しいという情勢らしいで維新はまあボロ勝ちする、公明党も安定して勝つ、そして自民党は何をしてるんだみたいな、どうしたらいいんだみたいなところにまで落ちぶれないといけないのか、そうならないとわからないのかと思うんですけれども、それもできないんでしょうかねと、ね、大阪市はなくなる、維新は勝つ。
で公明党は安泰して、それに、権力者に、すり寄ると、それをお望みなんですか。それを止めるのは一番手っ取り早くやること、立場、近い立場に公明党さんにいるのは、自民党大阪府連の方々じゃないんですかと思うんですけども、それがですねできないのかというね、まあ、もっとも別にね、自民党大阪府連がどうなろうと、まあ、私は知ったこっちゃないといえば知ったこっちゃないで他人事なんでね、これここばかりはですね、まあ、見守っていくしかないわけなんですけども、ね、やっぱりイレギュラーなことをしない限りはですね、柳本の乱のように、そういうことをしない限りは少なくとも止まらないですよと、今はね、これ衆議院選挙、来年は参議院選挙で、またそこでも維新がですね勢力をつけていく、まあ参議院選挙と、今年やっとですね、衆議院選挙と参議院選挙の間のに、まあおそらくね、なんか長々ことで周辺の自治体で選挙あると思うんで、またそこで維新が躍進して、で国政選挙の参議院議員選挙でまた維新が強くなって、でその強い勢力のままですね、2023年の、統一地方選挙まで、その勢いが続くととなるとですね、統一地方選挙でもまた結局維新が勝ってですね、じゃあ自民党が負けるのかと、それ状態でいいんですかと私は問いたいんですけども、まあだからといって何かアクションを起こせるかというと、柳本の乱が限界じゃないかと思います。まあ多分国重さん勝つと思います。ここでは小選挙区では国重さん勝つと、まあ宮本さんも多分比例で残るだろうということですね。まあ、個性派というの、方が立候補されてはいますが、まあ、手堅い選挙結果になるとは思います。といったところでですね、以上、大阪第5区選挙区独断と偏見で候補者を紹介してまいりました。ご視聴いただきましてありがとうございました。